ございます。苦しい点がございましたことをいつもだったら結構喋る時間がありまして、だらだら長々喋るんですけども、今日はあまり時間がないので喋るのはやめて話は短めに。まだ時間大丈夫ですか？タイムキーパーの方いません？はい、大丈夫です。はい、よし、大丈夫ですか？今日最後に出演してくださる原口純子さん、ものすごく優しくて、まあその後で出てきますけども、クロさんとお知り合いで、中学生からのお知り合いですかね、大人になってまた再会して恋が芽生えたとか芽生えないとかいう話もちろん聞きましたけども、音楽の仲間がこうやって、集えることは本当に、いいなと思いまして、なんか中学生高校生の時にギターを持って、花を垂らしながらギターを弾いてた頃が懐かしくて、また50過ぎてこうやってみんなが集まって昔の歌を歌う、懐かしがりながら、本当にいいですね。またこれからも続けていきたいんですけども、なんせ余命があと10年20年短いもんで、できるだけ歌いたいと思います。で、最後の曲になりましたけども、これもかぐや姫、あの人の手紙っていう歌、ご存知ですかね？今拍手した人は当然ハモるところありますので、よろしくお願いします。じゃあ最後にあの人の手紙。あの人は別れを告げる。
よ優しいあなた、私にはもう分かっているの、ありがとう私らの人、本当はもう死んでいるのでしょう。昨日着いたの塩つけた、手紙だ。MC 行きましょう、はい、ワンちゃんでした。もう一度拍手をお願いします。ワンちゃんですからやっぱり一番ですね。確かにそうだ、70年代フォークの伝道でございます。伝道っていうのはブイーンって動くあれじゃないですよ。違う、ということでございましてですね、続きまして第2弾、なんと翔也が出てまいりました。おお、どっから来たんだ。ボーカルはのこのまま、いきましょう。はい、ということでございましてですね、私MC でやっておりますけども、あ、ソウさん MC ですよ。いや、はい、お願いします。じゃあ、ワンちゃん引っ込みました。すいません、わんちゃーん。今お疲れのところ、お疲れのところでは、今日お見えになっている、カンさんにインタビューでございます。あ、カンさん、さっき歌ってましたね、横で。カンさんもボーカリストですから。はい、私は何を喋ればいいんでしょう。私小心者なんですよ、あっちゃん。こう見えても心臓に毛は3本だけ生えてますけど、でも心臓は本当伸びないような心臓なんですから、ね、皆さん今日は楽しんでますか。楽しんでますか。イエーイ。楽しんでるみたいで、ありがとうございます。なかなかセッティングは今そうですね、いいでしょうか。はい、じゃあ振りましたけども、さあ、ということで、これ繋がってない？繋がってる？1番、3番に入ってる。はいはいはい、3番に入ってる。あ、3番は後ろ繋がってないから、ごめんなさい、ちょ、1回抜きます。1番入れますよ、1番に。はい、はい、私、はい、1番に入りました。はい、ということでございまして、2番手は、出てまいりました、アポロキャップでございます。ね、あとは名前の由来なんかも話していただきたいと思いますが、すでは、どうぞ、アポロキャップです。はい、どうも皆さんこんばんは。はじめまして、アポロキャップ2012と申します。カルピスとかあります。そもそもアポロキャップっていうのはですね、今を去ること35年前、僕が中2、セガさんが中3の時に、ね、結成されたグループで、よもや35年経ってまたやるなどとはですね、本当夢にも思わなかったんですけど、今日ですね、一応3曲ほど風の曲を、もう見たら分かると思うんですけどね、風の曲をこう3曲ほど3曲ほどやらせていただきます。このアポロキャップ再結成しようよっていう話が出たのが一昨年、オレンジ、一昨年ですよ。もう震災の前でしたからね。はい、仕掛け3年ですね。で、今日3曲やらせていただくんで、まあ1曲あたり1年ということで、熟成に熟成を重ねて、まあ、若干腐ったぐらいでお届けしてみたいと思います。まあ70年代の、ね、僕さんの風の曲を今日やります。まあリアルタイムでご存知の方は、まあ、懐かしんでいただくもよし、まあ初めてお聞きになる方は、まあオリジナルだと思って聞いてください。
いいね。じゃあちょっとマイナーな曲ばかりやりますんで、2曲目はハズレくじてる今4枚やったね。じゃあやります。あと2枚やるね。Thank you.
こにも、ほらあそこにも、ほらそこにも、ほらあそこにも。どうもありがとうございます。1曲目はハズレクジっていうとってもマイナーな曲なんですけど、そうですね、もうハーモニカ吹くもんですからね、弾けが取れないからそれだけが失敗でした。取っちゃった。いや、朝の段階ではですね、もうノリでいいやと思って、実は味付けのり貼ってみたんですけど、そうちょっとクオリティが低かったんで、100均に行ってですね、ハケとボンドを買ってここまでした。3時ぐらいに作ったんでね、ちょっとイマイチなんですけどね、次はもっと上手にできる。もうカンさんのとか見て研究したんで。で、あのカンさんのヒゲを見たとちょっと引いてましたよね。そうですね、やっぱ本物違うなと思ってやってるかなと思いました。あ、今のやっぱショーヤンはまさにカンさんのね、ヒゲですからね。はい、はい。ですか。じゃあメンバー紹介、もう時間たっぷりあるんで。 あ、そうですね、はい、もう、はい、メンバー紹介をじゃあ、はい、あの一応私の方はですね、あの、うん、名目上のリーダーというふうに仰せつかってるんですけど、まあ実質全権掌握してる各のリーダーからメンバー紹介をお願いします、はい、じゃあ、 あのリーダーの力徳さんです。リーダーの力徳さんです。リーダーの力徳さんです。で、あの力徳さんはずっとあの音楽活動をやってこられましてね、で私はつい2年前にあの黒田さんからあのノース FM にあの出てくれて、まあ、中学生の時に一緒にギターを弾いてた子がありまして、で、まあ、それがきっかけでですね、押し入れの中からこそこそとあのギターを持ち出しましてですね、押し入れにマーチンがあったんですか。いや、これ違うのよ、マーチンが。で、あの、まあ、あの古い弦を張ったままですね、ラジオに出まして、あの1曲だけ歌わせてもらったのがきっかけでですね、また音楽を、まあ、始めたというようなことでございまして、でもあのその音楽をやったことによって、あの力徳さんとまたあの知り合うことが、知り合うというか、まあ、再会できることになりまして、まあ、非常に不思議なあの音楽の力をお借りして、あの再開できたというようなことでございます。そうですね、はい、ありがとうございます。奇跡的な嬉しいことなんですけど、はい、今日のその35年ぶりのね、あの再デビューライブがさよならコンサートにならないよ。まあその噂はね、かねてからありましたんで。そうですね、はい、一応私はですね、本職ベースなんですよ。本職って別に本当の本職はしがない会社員ですけどね。別にベースで飯食ってるわけじゃないんでね、まあお箸で食ってるんですけどね。まあ本来はあの、まあ、ロックバンドでベース弾いてまして、実はあのカウンターの中にですね、一緒にバンドやってるギターとドラムがいるんでね、ちょっと大変恥ずかしいんですけど。そうですね、頑張って応援団も来てね、いただいてるみたいな。はい、あのすごいね、あの応援の声も今いただきましたけど、ありがとうございます。じゃあ2曲目いきましょうか。はい、そうですね、はい、ですね、じゃあ2曲目はあいつという曲で、これはあのイルカさんのために本来書かれた曲かな、風のファーストアルバムの B 面の1曲目に入ってるんですけど、まあ、久しぶりに B 面って言いましたけどね。あいつっていう曲をですね、この曲がまたですね、伊勢正三さんの曲がその叙情的な、こうまるで映画のようにこう情景が思い浮かぶような、まあ、そんな曲が多いんですけど、まあ、この曲もですね、きっと長谷川さんがこう情景を皆さんのちょっと伝えられないかもしれない。じゃあ、あいつという曲を、はい、よろしくお願いします。それだけの話じゃないか、
かまして帰ってくるけど、雪解け水の音に消されて、また静けさが訪れる。ショーヤンコスプレで今日は風の曲ができて、ね、本当に幸せです、はい、今日あの先ほど初山さんからあの、はい、アポロキャップの由来をという話でしたけども、はい、はい、私いいですか。あ、それは言わないとですね、もう決戦した時、あ、時間大丈夫ですか。あのですか、中2、中3だったもんで、2人とももう坊主頭ですね、当時の中学生。そう、中津市はあの全部坊主だったんですね、はい、まあ、そのちょっとね、フォークギターを弾いて、うん、女の子にモテようなんていう目論見で始めたもんですから、ね、そうですね、まあ、ハゲ隠し、そう、そうなんですね、うん、坊主の頭をこう隠したいっていう気持ちが非常に強かったですね。あの結局、ギター持って坊主ってやっぱちょっと似合いませんよね。だからあのそれを隠すためにあの当時あのアームストロング船長ですかね、あのあのアポロ11号かな、あれも何号でもいいんですけど、何でもいいんやけど、要はそのアームストロング船長がかぶってた帽子がアポロキャップという、そうですね、そのアポロキャップフェルトみたいな、もうちょっとしたらもう僕らもアポロ面かなんかに、ああそうですね、
え、もつら、え、すでにずらですよ。あ、マジですか。はい。まあいいですけど、はい、はい、まあ、まあそういうことでね、はい、まあ再結成するにあたってバンドの名前どうするかっていう話が出まして、まあ、風のコピーなんで、ガセとかね、あの白という、まあ、ヘッジ臭い、ヘッジ臭い、黒に対抗して白も出ましたね。あ、それも出ましたね、黒も出ましたね。でもお互い目悪いから、風の、風っていう漢字の上に山って書いて、うん、嵐っていうのを色々考えてるんですけど、なんか色らしくって、ダメですね、ダメですね。それもダメですね、却下ですね。あとね、風の中に止まるって書いて、なぎっていう、あ、ウィンドレスブルーみたいな感じで、漁師ですか、私は。なぎねえ、まあ、いろいろ考えたんですけど、結局アポロキャップで、当時はカタカナだったんですけど、今アルファベット表記、そうですね、2012ということで、ね、来年になったら2013になるんですけどね。再来年は期間で1位。よし、行きましょうか、はい、貴重な時間をね、本当にありがとうございました。じゃあ最後の曲でですね、ささやかなこの人生、これは意外とご存知な方もいらっしゃる。今まで2曲で多分知らない方がほとんどだったので、本当ですか、嬉しいです。約2名ほど僕らのオリジナルを知っててくれて嬉しいです。そこまで言うかいみたいな。はい、じゃあ行きましょう。はい、風の季節の訪れを
さん。中津の嵐でもない、なぎでもない風の中津の風、ポロキャップのお二人でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、どうぞ。そうさん、懐かしかったね。はい、もう若返りました。若返りはしますけども、タイムスリップします。風の歌、またでもぜひ、ぜひお願いします。ありがとうございます。